皆さんこんにちは。今日は実はっすね、今日が何日か分かりますか？皆さん8時40分なんですけど、今日9月の2日なんですよ。夏休みの宿題というものが、ね、あるわけなんですけど、こちらね結構あって、これに至っては100ページぐらいあるんですけど、全て終わってないと、いや正確に言うと終わらしてなかったと。俺はこの9月の2日のために、あえて俺は最終日でやることによって追い込まれるわけじゃないですか。追い込まれた時には人間の真の力でも発揮されると思ったんで、効率が良くなるわけですよ。やっぱり真面目な方は最初からね、コツコツやって終わらせる人もいると思うんですけど、そのコツコツ毎日やることによって、毎日机に座ってペンを持つっていうこの作業があるじゃないですか。この作業には多分10秒ぐらいかかると思うんですよ。これをね30日間毎日やったら5分の無駄になると。夏休みでもせっかく楽しい夏休みが5分無駄にするんですよ。ペンをねこんな風に持ち替えたり、こうやってやることによって、もったいない、一気にやってもたらね、こんな風にペンを持ち替える時間なんてないんですよ。1回だけ、この1回で全てを終わらせるっていう、5分無駄にしない。ということで、僕も追い込まれた状態で、馬力の力というか、スマホも全部出し切って、これはね、今日ね、これをね、次の学校に行く日までかけて、俺は全て終わらしたいなと思います。レッツゴー！行きます！当然ね、答えを見ながらね、やりたいと思いまーす。はい、今5分経ったと思うんですけど、俺もね、ちょっとね、ちょけて俺もちょっとやりたいわけよ。このままだとね、皆さんがね、俺が宿題をやってる動画をただ見ることになるから、俺もちょけてやりたいんだけど、このペースじゃ間に合わないと。ちょっと俺、無言で、ちょっとガチでやりたいなと思います。はい、なんとっすね、一冊、答え見ながらやったんですけど、93ページ、全部終わらしちゃいました。時間が約30分ぐらいなんですけど、記号がほとんどだったんで、パッ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 と言ってる間に、こちら一冊終わっちゃいました。はい、ということで、残り2冊、英語と現代文があるので、こちらを今からやっていきたいなと思います。こちらはもう記号がほとんどないんで、書いて、真剣にやりたいなと思います。はい、約10時過ぎなんですけど、英語、32ページあったんですけど、終わることができました。英語って答え見ても、結局書かないといけないわけじゃないですか。英文とか、単語とか、翻訳とか。しんどい！ということで、あとラスト、これなんですけど、現代文。これも、答え結局見たところで、結局書かないといけないんで、今から、やっていきたいなと思います。終わった。今の時刻が10時50分ということで、約2時間ほどで全てを終わらすことができました。やばくないですか？今回の動画で検証になったことは、人間最後に追い込まれれば追い込まれるほど、人間の馬力の力というか、赤力というものがやっぱり出てきて、それがやっぱり宿題のスピードアップにもなったということで、皆さん、この動画を見た人は、次の冬休み、春休み、夏休みから、最終日にやってみてください。最終日にやったらもう、焦る気持ちが力にしてくれる。ということで、終わったー。忘れとった！うわ！今回家庭科っていう科目がなんか宿題出されとって、だから料理作ってそれの写真貼ってこいとか、料理の途中経過とか、それ全部この紙に書かないといけないっていう、鬼畜な課題が出されていたことを今忘れてた。時間。11時。終わった。これはやばい。今から料理できんし、レポート書けんし、こんなに。俺は何も知らない。